はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、リボンを描いていきたいと思います。簡単なイラストの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。真ん中に下が細い四角形を描きます。で、ぐいっと横に出してちょっとへこめます。で、またぷくっと膨らませて、ぐいー。で、ここにもう一本ぐいっとラインを描きます。で、真ん中をキュッ。で、反対側も同じようにぐいー出して、ちょっとへっこめます。で、ポコッと出して、くるくる。で、厚みの部分をグッ。で、真ん中でキュッ。下に垂れていく部分を描くんですが、ここが結び目なので、ここよりこっち側に、内側にはみ出ないように気をつけます。ちょうどこの端っこのところからグイッ。で、先をギザッとさせてグイッ。で、こっちもここからはみ出ないように下ろしていきます。で、ギザ。ピンクで塗っていきます。ちょっと可愛く水玉を作っていきます。丸を描いて、ここはちょっと途切れる感じで、で、こっちは丸で、真ん中にもちょっと丸描きます。で、下にも丸2つぐらい。はい、で、塗っていきます。この厚みの部分は影になるので、ちょっと濃く塗ってあげるといい感じになります。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。